秋山隆二8月15日隊は、日本のお笑いタレント、俳優、ユーチューバーお笑いトリオ、ロバートのメンバー、吉本工業所属、身長175センチメートル、体重95キログラム、3人兄弟の長男、福岡県北九州市文字区出身、福岡県立文字北高等学校卒業、父親は、薬剤映画のキラレ 役などで活動した元俳優である。先輩俳優の芸名、ジョー・を名乗り、エンドロールに名前が大きく出ていると偽って、息子に見栄を張っていた。お笑いトリオのロバートを組む馬場広之とは幼稚園から、高校まで同級生で、仲が良かった。高校卒業後に上京し、当初の目標は、芸人ではなく、大館山で雑貨店を経営することだったが、 雑貨店の採用面接を次々と落とされ挫折した。しかし、アルバイトをしている時偶然に、吉本総合芸能学院東京校の広告を見て、馬場を北九州から呼び寄せて、一緒に入学した。同期の板倉敏之と、ゼナイルというトリオを一時期組んでいたが、板倉がもともとボケ志向だったためほどなくして、解散となった。その後、当時ピンで活動しており、 以前組んでいたコンビで突っ込み担当だった山本博士を誘い、ロバートを結成。2008年4月に一歳年下の一般人女性と結婚していたことが2009年4月1日に明らかとなった。このことは、跳ね飛びレギュラーは愚か、秋山の相方である山本、さらにはその幼馴染みである馬場にも秘密にしていた。2010年3月6日、跳ねるのと、 ビラメンバーの堤下厚紙と玉月き事故を起こしていたことが分かり、継承を追っていた。2013年11月30日午前に第一、主となる女児が誕生した。2017年11月22日、主にロバート秋山のクリエイターズファイルでの活動が認められ、GQ メン・オブ・ザイヤー2017のベストコメディアン賞を受賞した。マンスリー吉本が毎年発表する。 吉本男前ランキングでは2003年までランク外2004年11位2005年9位2006年6位と順位を上げていたが2007年は15位まで下がった酒もタバコもたしなまないある日名古屋のスーパー銭湯に行くロケを収録した後に更衣室で浴衣に着替えていたところ80代くらいの高齢男性から大相撲の幕内 遠藤清次代と間違われたことがある。なかなか人違いであることに気づいてもらえなかったため、練習も頑張らないといけないけど、女遊びの方も頑張らなきゃと相手ふざけたことを言ってみたものの、馬鹿野郎。そんなことやってる場合じゃないだろう。年かられなおも誤解は解けなかった。何の目標もなく上京し、なんか東京らしいところで働きたかったと、雑貨屋などに行ったが採用されず。 一橋ビル関西というビルのダクト清掃の会社でバイトをしていた時にたまたま見たお笑い雑誌アジャパーで NSC のことを知り NSC に入学を考えるが一人では不安なため当時無職だった幼馴染のババを東京観光に来いと誘って東京に呼び観光をさせて北九州に帰る旅費もなくなったババを一橋関西のアルバイトに誘って NSC の入学金を稼がせた。NSC に入学する前に、ホリプロのネタ見せオーディションを受けたが、不合格だった。雰囲気ことわざ雰囲気で、意味不明だが、語呂的にありそうなことわざを作る。今までに創作した中では、当たくにして、面発に、パウや、ギット消すものは、渡航山によすなどがある。ババ山本もできる。嵐の宿題君や、 おもばか八第三回で披露。真逆体操コント終電にも秋山体操という名で登場。動作と言っていることを逆にする。欲しいと欲しくないは逆にするのを忘れるというオチがある。おもばか八第三回で披露。ニュートラルな表情何のスイッチも入っていない無の表情になる技。無になった時にスイッチを押すと光る道具を作った。嵐の宿題くんなどで披露。 体ものまね、跳ねるの扉終了前後から始めた漫談ネタ。上半身裸になり、自分と同じ、浅黒くて、小太りの男性有名人の顔写真を、無言のまま次々と顔に当てがい笑いをとる。二分の五、飲み屋どころのに、なんだその大御所みたいな体はと、よく指摘されていたことから思いつき、顎のものまねで話題になっていた、へえ、たくちゃんをヒントにしたものまねである。 主に単独で行われるが、ロバートとして行う場合もある。この場合は、ババと山本がアシスタントをしつつ、オチで、秋山同様に、上半身裸になり、写真を顔に当てがう。このネタで用いられている BGM は、スカジのファラファルパート1の終盤部分。秋山にとって、梅宮は、大きな転機をいただいた恩人と語っており、梅宮から、やるんだったら、 中途半端じゃなく、突き詰めろ。何をどうやってもいいから、ちゃんとした芸をやれ。と励まされ、芸人として本当に悩んでいたことを書き消すきっかけとなったのが、この、体ものまねだった。アメリカ行きたい泣きながら、アメリカ行きたいという。笑うと、赤ちゃんみたいになる、やつ赤ちゃんみたいに笑い出す人の真似。なりきり、ものまね他の有名人やクリエイターなど、架空の人物になりきり、 本物の人物かのように振る舞う。テレビトリオでの出演はロバート出演作品を参照。ありがとうございます。